オロス族は中国に住む55の少数民族のうち、ロシア系民族。おおむね、ロシア人を意味するものの、政策的な登録制度のため、文化集団としての民族分類とは、必ずしも一致するものではない。2000年に行われた第5回全国人口統計では、オロス族は15,600国にいる。人口では、56の民族の中で47番目に、 位置する少数派である。漢民族とロシア人の双方の先祖を持つ者を指す言葉として、花には加工英があるが、これには漢民族党として登録されている人々も含まれる。主に、新疆ウイグル自治区のイリカザフ富士地州及び、ウルムチ市、アルグン市を中心とする内モンゴル自治区、国立交渉、浅を中心とする北京市、遼寧省、河北省に暮らしている。 言語は、年配者を中心にロシア語を話し、キリル文字を使用している。宗教は、キリスト教の正教徒がほとんどであるが、中国天主教愛国会、中国キリスト教教会に所属するキリスト教徒、プロテスタント系のペンテコステ派、また同教やイスラム教の信徒もいる。元皇帝、フビライハーンの軍隊に所属していた、キプチャク人、アラン人、ロシア人の兵士が、 元領に駐留していたとする記述が最古のものである。1330年、北京の北に分縮していたモンゴル軍の都面にロシア人部隊が加わった。17世紀後半、コサックであるアルバ人人が北京などに到来し8機の一つである木旗に編入された。このような経緯によりアルバ人人の末裔の一部は現在満州族として登録されている。 19世紀から20世紀30年代にかけて、イリカザフジ地州、アルグン市、ウミハヤ林県及び、ノンジャン流域に、ロシア政教の教派であるベロクリニツキー派、礼拝堂派、スパソフツ等の古儀式派の人々が移住した。ロシア革命の時には、大量の白系ロシア人が、ロシアから、ハルビン市、中東鉄路沿線、中路国境付近、東北部、イリカザフジ地州、 ウルムチ市、上海市、観光市などへ避難してきた。ソ連時代、スターリンの農業集団化によって大規模な飢餓が発生し、ロシア人やソ連の極東及びシベリアに移住していた韓民族とそのロシア人家族などが満州及び新疆省に避難した。1931年から1938年にかけてソ連政府は 韓民族とロシア人の混成家族をイリカザフジチ州へ強制追放した。その数は約2万人に及んだ。第二次世界大戦後から1966年頃にかけて多くがソ連に帰国、あるいはアメリカ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、台湾などへ再移住した。中国に残った者も,も民族籍を変更した者が9割以上を占めた。 1957年の統計では9000人いたが、1978年の統計では600人に減少している。文化大革命終了後、民族政策の変更に伴い、オロス族として再登録する者が増えた。ありがとうございます。